こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。本日のお通し、レンジフードは勝手に回り出す。いつものように私の LINE 公式にこんな質問がやってきたんですね。山さん、こんにちは。現在、地区40年のマンションを購入し、リフォームをまさに計画中です。そこで、キッチン選びもほぼ完了したんですが、 困った問題は管理組合への工事申請で初めて分かったんですが古いマンションのためにレンジフードの排気口はベランダや外壁の壁にはなく集中ダクト方式だそうです各重個からの排気はこの縦に1階から屋上まで続く共用ダクトに集めて 廃棄されるタイプで、レンジフードに逆流防止の電動ダンパーがついているとのこと。そのため、この電動ダンパーに対応したレンジフードを選定する必要があり、これを知らずにリフォームして、ファンが勝手に回るトラブルが続出中とのこと。工事申請の注意点として記載されており、このことをよく理解できず、 困っています。集中抱くと逆流防止ダンパー勝手にファンが回り出す不明だらけ。というこんな質問。そもそも今とどう違うレンジフードなのか、何を気をつける必要があるのか、現在宝で検討しています。教えてください。まさにこの質問、山さんがずっとやりたかったテーマなんです。 本日のお題行きましょう。トラブル続出、逆流、防止ダンパー気をつけて、早速スタートしていきましょう。ちなみにですね、前回の動画、この白ご飯ではなくて、だいたい築30年ぐらいによく採用されていたターボファンの解説、これと合わせてこの動画見ていただくと、よりわかりやすい内容になっています。えー、実際にこれ、もうまさに、 マンションで、このターボン薄いタイプなんですけどね。築35年から40年ぐらいですか。1980年代になぜこれが広がったのか。これも歴史も含めて。そして実はマンションの田の字レイアウト、間取りありますよね。通路が真ん中に。あれも実はこのレンジフードが一役買っています。ということで、この集合住宅に多いタイプ、さらに今回は深掘り。 そもそも白っ子ファンじゃなくて、こういったちょっと羽になってるんですよね。小さい羽がいくつか入っている、えー、こういったタイプがターボファン。現在のロッコファン、もっと水車みたいに細かい羽ですよね。ということで、このロッコファンは、いわゆる翼が多いファン。排気するパワーがそのためあるということで、まあ、ある意味、各、この、 え、重個からダクトを通じてベランダとか玄関に排気する。ダクト長くてもこの排気するパワーがあるからこのシッコファンが採用されているんです。ただしターボファンはそこまでパワーがないんですよね。実際にですね、まあ排気するには、まあせいぜい曲がりなしで3メーターぐらい。曲がりあったとすると2回まで、それ以上あるともう実際のところは 排気能力落ちてしまいます。ということで、基本的には、このターボファン使ってる場合、外壁に面して直接排気前回の動画でもやりましたよね。ちょっとこう、お弁当箱みたいな、そういった開口になっています。そして、短距離ダクト排気はもちろん採用されています。ただし、集中ダクトで廃棄しないとですね、いろんな問題が出てくる。そんな問題、歴史的背景、これから解説です。昔の住宅って、 こういった形、いわゆる公団の建ててた団地と呼ばれるのも、低層なんですよね。で、この時代の、まあ、いわゆるマンションというか集合住宅なら良かったんですけれども、それがどん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 時代とともに都市部にこういった人口が集中してきます。そうなってくると間取りなんかも変えないといけなくなってきた。そんな問題が出てきているんですね。で、ああいった、まあ、ターボファーの場合、基本的には外壁に換気扇が必要。こういった形で、まあ、 キッチンも絶対外壁に面してないといけない。そうなると、こういった、まあ、集合住宅の、ただでさえ狭いんですけど、間取りに対して制約が出てくるということですよね。で、これが、まあ、人口問題といいますか、都市部にどんどん集中。 していって。そして地下もどんどん高騰すると、そんなに場所がない。じゃあ、上上へ行きましょうということで、低層のまあマンション、集合住宅から中高層のマンション、どんどん増えていきました。これが1980年代ということなんですが、そうなってくるとですけれども、問題が一つ。いわゆる先ほどのような外壁だったらプロペラファンでも、 大丈夫なんですですから昔の団地なんか行くと、いや、プロペラファンだよっていう方、はまだまだいらっしゃるかなこの動画見ている方も、いや、うちはプロペラファンだよ、まあ、RC だけれど低層なんだという形で、それがですね、この超高層までいかなくても、中高層の時代、1980年代に、このやっぱり、 外の風、風圧が強いんですよ。上に行けば上に行くほど。なので、こういったプロペラファンだと外風に負けてしまって、必要、換気量が満たない、こんな問題が、この都市部への人口、それから、え、地下高等こういったところを解決しないといけないということになったんです。で、新しい排気方法が開発されました。 で、まさに採用するレンジフードはこういったもので、これひたついのレンジフードなんですね。当時の。で、まさにこれ見てください。ターボファンの形してますよね。それまでのもう外壁に剥き出しになったところに、プロペラファンつけて、まあ囲いをつけてた。ああいったタイプからこの1980年代についにこういったファンタイプ変わったんです。で、いろんな実験をしてですね、もう東京タワーでも出てきて、それの えー、各、こういった高さに応じての風量、風圧、こういったものを計算して、そして、じゃあ、するべきものは、こういった中高層のマンションの各10個に、真ん中にダクトを設けて、上にファンを回すという方式。で、このダクトの形状なんかもですね、見てください、これ。これ。長細いでしょまさにこの長細い形、この時に決まっていたんです。で、 前回の動画はこのさっきの長細い角から丸に変えるターボファンの解説を山さんでさせていただきました。ですので、このターボファン見ている方、まだ山さんの動画見てない方、先ほどの動画見てもらったらいいんですけれど、外壁に直接廃棄している場合は、今のような丸の、えー 150杯のダクトではなくてですね、白っコファンにする場合は、角から丸のこのアダプターをつけて変換してくださいっていうのが前回のおさらいだったんです。じゃあ今回は、さらに深掘り、この集合ダクトであったり、逆流防止ダンパー、こういったマンションに住まわれてる方、もしくはお知り合いが住んでる方、もしくはリフォーム会社にぜひこれ、 シェアしてあげると。これまさに知りたかったっていう方多いんです。そんな深掘りの内容、YouTube ではまだどこでもやってない内容。もちろん、こういった内容っていうのはブログでもなかなかないので、ぜひ迷う方が多い、えー、こういった内容をシェアしていただければと思います。まず行きましょう。集中抱くと、えー、この え、効果、集中ダクトを設けたんですけれどもね、この目的というか、それによって何がメリットがあるか。一つは、風圧の影響がないんですよ。そうなんです。外壁に面していると、ファンで排気しようと思っても、外からの風が入ってくるんですから、集中ダクト、まあ、守られてますね。そこに各重個から排気していくということで、風圧全然影響なく排気できますから、こういった排気、 え、に対しての問題を一つ解決ですよね。さらに、今までは外壁に面してないと、まあダメだったわけですよ。そうそう。だからこそ、こういった、えー、キッチンの位置って決まってたんですが今はマンション。マンションといえば対面。お部屋の真ん中ということで、外壁に面してなくて、外壁に面した窓のある明るい家は、それぞれリビングとかダイニング、こういった え、各寝室も含めたお部屋にしてる。その代わりお部屋の中央にキッチンの配置ができるようになったのも、この集中ダクト方式がスタートなんですよね。で、ついに今の定番の人気の間取り、マンションといえば一番まあこれ使いやすいじゃないですか。山さんもこのタイプ住んでましたけど、やっぱりまあ、ある意味寝室とリビングダイニングちゃんと分かれて、他の字が 完成。上の部分に寝室2つ。下に和室、リビング、ダイニング。これほとんど定番ですよね。まさにこれのスタートができたのが集中ダクト。えー、ここからスタート。で、えー、こういった間取りがどんどん人気が出てきたということなんです。じゃあ集中ダクトどうなってるかというと、各15からこう真ん中にこういった、まあえー、ダクトがありますよね。この60センチの、まあえー、集中ダクト、えー。こちら60センチ角の分を え伝って上、ね、上に上に行きますそうすると、上には大きなまあ、送風機が回ってるんですよ。で、これが定期的に回っていくような形で、えー、換気してくれるという形になっています。ですので、こういった送風機がダクト台を排出するときに、風力、引っ張る力、この気流が発生するということになりますよね。ですから、このレンジフードを使っていないとき、これ回ると困るじゃないですか。なので、ダクトからの吸い込む力を 防ぐ必要があります。という風になってくるので、この気流、いわゆる逆流を防止するダンパーを、このレンジフードのダクトの、この、ここの部分、つけてるんです。で、このレンジフードが、 入り、霧になるとこの弁が開けたり閉まったりするという形ですね。ですから霧だったら閉まってるけど、開けた時にはこう水平にこのダンパーの中の弁が開いて、風が外へ廃棄される。ですからこの集中ダクトから吸い込み霧を防止するのが逆流防止ダンパー。で、このダンパーのえーまあ故障というか交換えなんかもやっぱり必要が出てきているんですよね。やっぱりある程度こういったところで苦労されているマンション多いんじゃないでしょうか。 で、レンジフードとはですね、その入り切りで動くわけなんですけれども、出力線、えー、このいわゆる二振の出力線をこちらの方と直接つないでいただくことによって信号線が発信されます。これによって、この、えー、逆流防止パ波が開けたり閉まったりする。これがレンジフード,、えー、フード側で必要な電動線の仕様というふうになってきます。ちなみに、各メーカーみんなこういった形品ぞれしてますんでね。で、 だからで言うと、カタログ、廃、え、棄、ー、電動シャッター、連動コネクタ、えー、こういった形で、レンジフードのページ見たら、あれなんか電動シャッタータイプとか書いてあるけど、これ何っていうのがまさにこれなんですよ。で、 こういったカタログを見ていくと、ここにいろいろありますよ。白っコファンですよ。排気電動シャッター、連動コネクターですよえ。こういったところの塩、細かい小さなカタログのところに実は答えがあったということになってます。まあ仕事は簡単ですよ。基本的にはですね、この電動ダンバー、電動出力線、ここのところえ、これを結線するだけですので、これ TOTO の施工説明書になるんですけどね。こういった、まあ、電動出力線というものをえ、実際にこの上にキャップついてますから、そこをポチンと切ってもらって、 先ほどの電動ダンパーと直接つなぐという形になっています。で、よくこういう配線出てくるんですけど、これ見たらわかんないと思うかもしれない。もうこのね。 このスイッチ基板とか、モーターとか、これレンジフードなんですよ。で、大切なのは、ここ、上の赤いところ、ここに AC100V 出力って2本線出てるじゃないですか。これがまさにこの電動出力線のことになるので、電動出力線の、ま、片側コネクタになってるんで、カチッと差し込んであって、で、2本出てるのが、あの、キャップついてるとこ、パチッと切るやつ。この、ポチッと切ったやつと、この、え電動ダンパーのえー線を結線するだけ。これで動き出します。簡単です。 で、電動ダンパーは故障で最近交換が出てくる。やっぱり何でもそうですけど、まあ、地区30年、40年になってくると、えー、電動ダンパーも故障する。で、そういった形で結構電動ダンパー交換とか言ったら、いろんなホームページ出てきますけどね。で、かなり奥なので、これがやりにくい。レンジフードの、ま、上。 見えてる場合もありますけどね。天井の懐のさらに壁の奥の、えー、集中ダクトの入り口っていうふうになると手が届かないみたいなこういったまあ電気工事屋さん結構苦労しているそんなブログも書いてあるんですけれどもこういった形でですね、電動ダンパー故障で交換っていうふうになるとまたこれも購入するとそれなりの工事が大変という形にはなってくると思います。で、 質問でですね、まあ実際に他のところみたいンパ波開けたまんまになってる。だから故障したまんま。だったら風邪引っ張られてレンジフードファン、ファン回ったまんまになってんですかねあれみたいなこと。実は実はこれ山さんも苦労したんです。で、いくつか今までですね、知らないで工事してると、ファンが勝手に回り出すっていう形。で、お電話かかってきて、なんかファンが勝手に回り出す。常に、 屋上で回ってるわけじゃない。定期的なんで、工事した時にはね、あの、き全然問題なかったんですけど、後で気づいたっていう方、結構いらっしゃるんですよね。 で、どうしたらいいのっていう形になってくるんですが、やはり先ほどのような電動ダンパー、連動の線をつけないといけないということになってくるんですけれども、そもそもそういった対応のレンジフードになっているかいないか、ここもポイントになってくるんですが、そうじゃなくて、いや、実はそういう風な形じゃなくて、みんなほとんどそういう風に開けたまんましてるんです。これどういうことですかなんか他に方法あるんですかこの風を防ぐ。それが、 まさにこの電動密閉式シャッター、レンジフード側に密閉シャッターをつける仕様っていうのがあるんです。これを流用してるんですっていうのは、ヤマさんも実は え、こういった、え、いろんなマンションやってる時に、管理組合から言われてるんですね。この電動密閉式シャッター、これを使って風を防いでくださいと。本来はそれそのものじゃないんですけども、実際に交換大変なんで、まあ、それでも十分今、実績上風が引っ張られてないのでっていう形で、それを案内ガイドされたことがあったんです。そしてまさにこういった質問者の方が来ました。ダンパー開けたまんまにしてるということで、このレンジフード側、こちらのまあ、 上のところにですね、こういったものを、えー、電動密閉シャッターをつける、今まではこう単独でつけてた、これが今度はこういったレンジフード側の排気口の上につけるという形、ですから入り口か出口かみたいな、まあ、そういったところで変わってくるんですけれども、そもそもは、そもそもはですね、そういう集中タクトのための電動ダンパーではないんです。これはですね、超高層マンション。ショ えー、いわゆる低層から中高層変わって今はもう、もうビルのようなマンションあります。都市部行くと。この 超高層マンションなんて、上なんて窓開けれないですからね。もうビル風強いわけですよ。そういったところを廃棄しようと思ったら、さらにやはり強いということで、集中ダクトではなくなったんです、最近のマンション。もう白小判で廃棄直接力十分ある。でも、超高層は風が強いので、そんな日じゃないということで、廃棄するところのダクトのところっていうのが、通常は便がついていて、この便が風によって、 自分で自然廃棄して弁が開く。で、普段の時は閉じてるんです。だから、風が外から出たら便、弁がカタカタカタ落としたり、外からの風も。 えー、ビルカーズだったら入ってきちゃう。で、これを密閉しようということで、電動的に開けたり閉めたり、というのがこの電動密閉式シャッター。さらにはですね、これ、冷気も防いでくれる、機密性の高い同時給排気フードなんかでもこちらは使われていて、外部の騒音や外風の侵入をカットしてくれるんですね。ということで、もし、えー、こういったところあるんだったら、おそらく管理組合に聞いたらわかるかもしれませんね。どうやってるんですかおそらく、えー レンジフードの方に電動のこの密閉シャッターをつけましたっていうことになるんじゃないかなと思います。レンジフードのダクトの設置、メーカーは逆流防止としては使用不可として歌われてるんですが、もう実際のところ、今管理組合なんかではもうこれでつける方がもう十分引っ張られないから大丈夫だよという形で、ある意味のこれ法律じゃないので、この電動密閉は。普通の温度ヒューズとかのこういったものっていうのはちゃんとついてるけれど、その風だけを防ぐというものについてはこっちの方で賄ってるんだろうなっていうのが、 さっきの質問者さんへの回答というふうになります。ちなみに、これはですね、さらに大きな知識で言うと、超高層を住んでるあなた、えー、そういった、もしくは寒いのダクトからなんか冷たい冷気が来るの密閉性上げたいというあなたなんかは、同時休排気風土、電動密閉型をすれば、こういったところで密閉、完全密閉されてる外から入ってこないという形にもなってきますし、超高層をリフォームされる場合は、えー、必ず、もしかすると、 普通のレンジフードじゃダメなんじゃないの同時給排気フードの、さらにもしくは普通の排気だけなんだけど、電動の密閉されてるんじゃないか。これ、レンジフードを押すとビーって電動の音で開くのがわかりますんで、そういったもしあなたがそうであれば気をつけてうち電動なんですよっていうふうにリフォーム会社さんに教えてあげてください。ちょうど今ぐらいからちょうどこういう超高層もリフォームのシーズンに突入してくるんではないかなと思います。ちょっと早いですけどね。 本日のまとめいきましょう。一つ目。 中高層マンションは集中ダクト方式になりました。1980年代。もしあなたがそれぐらいのマンションだったら、うちそうじゃないかな。これ普通の知識じゃちょっとできないので、この動画をぜひ業者さんの方にシェアしてあげてください。二つ目、ターボファンこれも1980年広がってます。白ご飯じゃなくてターボファンだなと思ったら、山さんの前回の動画含めて、ぜひ、えー、チェックしてみてください。角丸ダクトなのか直接廃棄なのか、この辺もとっても大切です。三つ目、屋上に送風機がありますのでね、 こういった電動の集中ダクト定期的に稼働するそれによって引っ張られる引っ張れるものを防止するためのものが逆流防止の電動ダンパーが中間に設置されているということになっていますそしてこれを動かすためにはレンジフード自体が 決戦できるための連動ダンパー、電動仕様にしないといけない。これもカタログでチェックしたり、メーカーにちょっと、えー、逆に墓地ダンパーついてるんで、電動ダンパーの連動仕様にしないといけないんですっていうのうにオーダーすると、それの見積書で入れてくれます。さらに、えー、まあ、ちょっとおまけになりますけど、最近この電動ダンパー壊れてそのままにして、えー、他のところどうやってんのって言ったら、まあこれちょっと裏技というか、メーカーはね、推奨してないんですけど、こういった形で電動密閉式のシャッターが使われているので、おそらくそういった形、管理組合が案内され されてていいいたり、えー、実際にに隣の住戸はそううう風に使ってるんだなっていう理解をされたらいいんじゃないかな。基本的なあの電動の密閉はそういう使い方ではないんですけどね。ということで、えー、LINE 登録で定期的にプレゼントを配信してます。ぜひ山さんとお友達になってコメント、えー、プレゼントをくださいね。本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました、えー。次の動画もお会いしましょう。